エンントリーナンバーナバ松松本 M さん松本 M です。す。よろししくお願い,いたしますこれは私の2人の息子が小学生だった頃、かれこれ8年ほど前のお話になるんですが当時息子たちは地元のスポーツ少年団に所属しておりまして週末になると大会や練習試合で県外に遠征に出かけることが多かったんですね。 バスでチームで行くこともあれば保護者が自家用車を使って現地まで送迎することも多々ありまして私もよくその運転手をしておりました現地で夕方まで試合をしてそこから地元に戻るとなると大抵帰り道はもう真っ暗で子どもたちに長い道中ずっと携帯ゲームなんかをさせておくのもどうかと思いまして私たちはよく 家族ででで簡単にできる遊びをしていたんです例えばしりとりとか山手線ゲームといったようなその週末の遠征の帰り道も私たちは息子たちが考案した「誰ーだ」という遊びをしながら自宅へと向かっておりましたこの「誰だ」という遊びはですね 運転席の私に向かって後部座席に並んで座った兄弟のうちどちらかが「誰だ」と尋ねてそれを兄か弟かを私が当てるというごく単純な遊びなんですけれども三つ違いの兄弟でもともと声も似ているんですがさらに声色なんかを使ってどうにかして私から間違った答えを引き出してやろうかと工夫をしてくるわけなんです。誰だ、えー、今のは 弟のふりをしたお兄ちれど<だ>今のは弟が頑張ってお兄ちゃんをした感じまあこんなふうにですね母親なんで十中八九は当ててしまうんですけれどもそれでも飽きもせずに「だーれだだーれだ」なんて繰り返していたんですするといきなり「俺だよ!」しわがれた。 男の声が社内のどこからか聞こえてきたんです。もうびっくりしてしまいまして、絶対に息子たちの声じゃないとは分かってはいたんですが、どうか彼らのいたずらであってほしいと、あえて明るくこう尋ねました。今のお兄ちゃんだよね。俺じゃない。え、じゃあ弟くん俺でもないよ。お母でしょ。もう怖いこと言わないで。弟なんかは半泣きなんです。さらに、 「お兄ちゃんんがこんなこなとを言ってきましたお母今の声聞こえたのってあのカーブだった」「あのカーブというのは地元では知る人ぞ知るちょっとしたいわくつきの場所でしてかつてそのカーブの道沿いには一本の列車が運行していたんですが大きな脱線事故が起きてしまい多数の犠牲者が出て廃線となりました」 亡くなった方々の慰霊のために小さなお地蔵様と祠がそのカーブの道沿いに建留されたのですが現在に至るまで奇妙な現象がその場所では続いてしまっているんです。真夜中車を走らせているとカーステレオがいきなり途切れて赤ん坊の泣き声が聞こえてきただとかハンドルを握った手の上を見えない誰かの手がギュッとを支えてきただとか。 バックミラーに映った街灯だとばかり思っていた白い影が女の生首だったとか不思議なことにそういった体験談を照らし合わせてみるとどれもそのカーブのほこらのある方の車線ではなく反対側のほこらのない車線でばかり起きている事象だったんです私たち家族がその俺だよの声を聞いたのもまさに反対の車線を走っている最中でした この場所の近辺には北関東でも有名な観光スポットが数多く点在しております。皆様、お車で北関東に遊びにお越しの際、万が一この反対車線を走り、不可思議な現象に遭遇されたとしましても、どうか慌てることなく、安全運転を心がけてくださいますようお願い申し上げます。ありがとうございました。